それスノー、スノーマン目黒連は、遊園地に、宮舘良太は力士に変装して、日光東照宮へ9人が、栃木で、激ムズミッションに挑戦スノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください。毎週金曜夜8時マイナス8、54、K。10月20日は、2時間スペシャルで、スノーマン VS 栃木県民そこのスノーマン見つけて、くださいと題した企画が放送。 メンバーが街中へ変装して繰り出し、栃木県の魅力を PR しつつ、それぞれに課せられた激ムズミッションに挑戦し、正体がバレないようにゴールを目指す。スノーマン9人が変装して、栃木県で激ムズミッションに挑戦スノーマンリーダー、岩本寺氏は超人気行列店で一人食リポを行う。グループ最年長、深澤達也は、那須高原の牧場で、 人気1位のグルメを調査。最年少メンバーラウールは、栃木県で人気の芸能人のロケに同行し、ディレクターに挑戦する。渡辺翔太は、お猿ランドのショーに参加。向井康二は、道の駅で200人と本気で歌うミッションに、トライ。安倍良平は、東部ワールドスクエアで、キレキレダンスに挑戦。木国連は、おじいちゃんに噴出北た関東最大級の遊園地へ。 宮舘良太は力士に不妊し、日光東照宮へ向かう。そして佐久間大輔は、宇都宮のラジオ番組に生出演を試みる。そんな中、栃木県とスノーマンをよく知る、芸能人が、スノーマンを探す、探しマンとして忍び寄るが、無事に正体がバレずにゴールできたメンバーは、高級温泉旅館にて、栃木ならではの豪華料理を堪能できる。また、 番組冒頭では、栃木県宇都宮市を本拠地にする、プロバスケットボールチーム、宇都宮ブレックス所属の日本人初の NBA プレーヤー、田臥裕太選手と、フィババスケットボールワールドカップ2023で、活躍した、非、江島新選手が駆けつけ、スノーマンと初対面する。